子供の頃から結核や腸チフスを患い病気がちだったモディリアーニは14歳でデッサンを学び、すぐに芸術家を目指すようになる。そして21歳の時、パリに来たモディリアーニ。この時彼は画家ではなく彫刻家になろうと強く心に諦めざるを得なくなる。絵に専念し始めたのは29歳の時だった。夢を捨てきれないモディリアーニはキャンバスの上で彫刻的な立体感を再現しようと試みた。その結果生まれたのが独自の画風、円筒形の細長い首であり瞳のない肖像画なのである。それでも彼は彫刻家になる夢をことあるごとに語っていたという。でもね、モディリアーニが瞳を描かなかった本当の理由、それはもしかしたらもっと別のところにあったのかもしれません。ここに2つの作品があります。同じ時期に同じ女性を描いた作品ですが、随分印象が違うんです。僕と一緒に見てみましょう。こちらは瞳が描かれています。彼の作品には珍しく、モデルは静かに微笑んでいます。身近で大事な人を描いたんだなっていう感じ。彼女の写真をお見せする前に、モディリアーニが初めて描いたジャンヌの絵をご覧に入れましょう。澄んだ水色の瞳を持つ美しい女性でした。遺族が保管していた遺品の中から鮮明な写真が見つかりました。吸い込まれるような瞳を持つこの女性こそジャンヌ・エビテルヌ本人なのです。こうして幸せな日々が過ぎていきました。14歳年の離れた2人の関係について、ce n'est pas en termes de modèle qu'il a eu une attraction pour Jeanne. Il est clair que justement c'est la grande découverte de cette exposition, de cette personnalité, de cette âme dont il est tombé amoureux. やがて2人の間に可愛い女の子が生まれ、母と同じジャンヌ・エビュテルヌと名付けられます。モディリアーニはこの子をとても可愛がっていたそうです。家族との幸せな生活の一方で、彼は毎晩のように飲み歩き、売れない画家であったモディリアーニは酒に溺れ麻薬に依存した。だがモディリアーニはこの時期多くの優れた作品を描いている。彼は誰にも真似のできないやり方で目の前のモデルをものの見事に現実の世界から切り取ってみせた。証言によれば彼はこれらの肖像画を描き始めから休むことなく一心不乱に描き上げたという。ある時彼はこう言った。この絵の人物は片方の目で外の世界を見、もう片方の目で内面を見ているのだ。病院に担ぎ込まれた時、モディリアーニはすでに深い昏睡状態にあった。しかしこの時ジャンヌはもう二度と目覚めないかもしれないその寝顔を目の当たりにし、ある行動に出たのである。昏睡状態のモディリアーニを前になすすべもない妻ジャンヌであったが、ジャンヌが描いたデッサンが残されている。何枚も何枚もポーズを変えることさえままならぬ夫の姿をジャンヌはひたすら描き続けた。